この番組は輝く女性を応援するちょっぴりエッチで面白い大人のバラエティ番組です。輝きチャンネル。輝きチャンネル。ありがとうございます。打ち合わせがなくて分からない。いや、いいですよ。こういうものなんです。輝き女性を応援しようという番組なんですけど、はい、今回はゲストに、はい、セリノさんを。はじめまして、キングラビッツのセリノです。キングラビッツ、セリノリナ。YouTuber や歌手として幅広く活動中。代表曲のいい波乗ってんねは誰もが聞いたことあるほど有名。よろしくお願いします。お願いいたします。そして、はい、もう本レギュラー、もうレギュラーですね本レギュラーのマシロさんです。デリバリーヘルス輝き在籍マシロ。誰とでも打ち解ける柔らかな雰囲気で大人気の彼女は3ヶ月連続人気ナンバーワンの実力者。よろしくお願いします。輝きのマシロです。輝きまくってますね今日もってこと。今日はここってことはもうどう見てもゴルフですよね。シミュレーションゴルフ。今日はそうですね、単にシミュレーションゴルフをちょっと男女のペアでやっていただいて、下にこうシミュレーションゴルフって楽しいんだよっていう絵だけ撮りたい。あ、それだけですか。それだけです。めっちゃ楽しいです、ね、じゃあもう別に負けても何もない。そう、負けても何もないです。わきあいあいてやっていただいて。ビンタもなしですか。ビンタもなしです。いや、いや、もうやりたいなと思って。そう、なんでエースになってるんですか。ちなみに皆さんゴルフ経験ってあります。ないです。ないです。はい、はい、僕は多少ありますけどね。まあ多少は、多少って本当多少なんで、はい、で早速ちょっと男女のペアを組みたいんで。おお、合コンみたい。男性用と女性用で、はい、ちょっとトランプに数字の1、2を書いてるんで、 お好きな方をちょっとめくっていただいて。あ、全然、はい、もうでも2分の1なんでね。そうそうそう。あ、じゃあ全然こちらで。はい、はい、いきます。え、合コンみたい、はい、せーの。はい、2番。あ、ってことは、あ、僕じゃあマシロちゃんと。そうですね。王様誰だみたい。いやいや、ドキドキしましたね。はい、じゃあそれでは早速シミュレーションゴルフやってみましょう。イエイ。プレイボール。プレイボール。今回お邪魔したのは錦糸町駅徒歩1分にある PMY ゴルフ&ダーツバー。大人数対応のゴルフブースも完備。半個室の部屋もあり、デートに最適。こういうことでチームに今分かれましたから、はい、チール。じゃあ、大丈夫終始噛んでますよ。なんで大丈夫です。あの、正常です、これが。まあ、とりあえずね、打ってみてですね。とりあえず打ってみて、そう。やって、はい、感触つかみましょう。じゃあ、とりあえずじゃあ、マシロちゃんから教えてください。行きましょうか。お願いします。これがドライバーって言いますか。ドライバー。はい。一番大きいやつです。はい、一番飛ぶやつ。あ、なんかいいですね。初々しくて。右ですね。後ろから触りそう。エロい。どういう目で見てるんですか。エロくないですか。これはどういう目で。まあでも確かになんか男女がいい感じに見えますね。確かに。この辺をとりあえず打ってみましょうか。打っていいんですか。もう思いっきり打っていいんですか。ちょっと人生初めて。はい。いきます。打てない。あ、練習だ。かわいい。かわいい。いや、全然もう何回でも打って。あ、いいじゃん。あ。素晴らしい。じゃあ次、じゃあポッシュチーム教えてください。まあ、球の使い方は得意なので頼もしい。はい、いつもやってるみたいに球を使えばいいんでしょ。いやいやいや、すげー下だな。サービス精神が旺盛です。すごい。こうして、こうして振り返る。あ、もうちょもうちょ。あーって、あーじゃない。なんでケツを出すんだよ。ちょっと触ってくれ。小石田君も。あ、ダメ。下半身出すんじゃないよ、そこ。あー、吐いちゃう。いや、何の練習してんだよ、二人でよ。はい、はい、ナイスショット。でもまあ基本的にね、前に飛べばもう、はい、どうにかちょっといけるんで。一打目大事だな、これ。あー、なんかすごい打ちそう。すごい。あ、うまいんじゃない。すごいね、かっこいい。フォームが綺麗。うん、すげえ。反対入ってない。 OB です。 OB は何ですか。 OB はコース外にアウトで。 あ、でもまあ基本的にね、前に飛べばもう、はい、どうにかちょっといけるんで。これも、前に飛ばしたらこっちの方がだいぶリードですよね。そうです。小石田さん、お願い。しょうがないな。君のために、はい、ホールインワン入れて。小石田さん、入れて。いや、邪魔してるよそれ。めちゃめちゃ邪魔してるよ。いや、難しいとこ行ったよ、これも。あ、気がある、気がある。最後に行っちゃった。 OB した人には言われたくない。
じゃあ次真ん中打ちゃいいの、まあ、前飛ばしましたからちょっと難しくなっちゃった。こっから行きましょうね。えこっからこっから行っちゃうから、まだ全然始まったばかりの真っ白ちゃんの心に響くようなドストレートなの。もっとちょうだい、早く真っ白の中に来て。はいはい。いい返事。おおおお、ほんとだ。おおすごい、すごい。えバンカバン、砂の中、砂の中で、で今度が多分僕にボールを置かなきゃいけないかな、ラフだから。下で使い分けられるんだ。シミュレーションゴルフすごいっすね。すごい。すごい。どういう感触？はい、なんか拷問です。拷問くらい？はい。拷問しか言ってない。じゃあ思いっきり振ろう。あ、思いっきり。思いっきり。はい。いきます。いやいや初めてだよそこで止まってポーズ。はい、いやなんか撮られてるなと思って。TikTok じゃねえんだよ。いきます。あでもいいいい、進んでる。あ次じゃあマジョちゃんの、よしよし。あなんか上がるんですね。次私ちょっと斜めとかになる。すごいコースが斜めになってるから、これも斜めになってる。そんなてかシミュレーションゴルフすごい。よしよし、ここ抜ければいい、抜ければいい。いい、あ、真ん中来てくれた。やったー。 おすごい。早く入れて早く入れて。いいよ。おー、いい。わ、こいついった。あー、めっちゃすごい。 OKOK、 じゃあグリーンに乗せますよ、もうお願いします。いきます。はい、やだ。お、いいよ。わーすごい。ダブルパーですって。入ったのもう。はい、お願いします。入れちゃおう。はい、ラフラフラフ。まだある。マサルちゃん、じゃあ行けるじゃん、はい、もうあと、あそこに入れればいいでしょ。あれ、あそこに入れる、もう見えてる。あの砂を越えていけばいいね。とりあえずやろう。やろ。ダブルパー。ということで、はい、この勝負ということでですね、引き分けですね。ただ楽しめましたからね。かなり楽しかったです、うん、だって楽しい。でも面白い。いやこのね、楽しさ伝わったと思います。楽しい、うん、だってギュッと仲良くなるです、ね、いやこれ男女めっちゃいいですね。これ自然と接触できるし、こう、うん、うん、しかも後ろから見てすごい良かったですね。そう、そうバックショットがね、なんか恋が生まれるかもしれない。うんうんうん、生まれました恋。ホールインワンじゃなくて、はい、フォールインラン。はい、はい、はい、ということでね、はい、ではまたこの次の企画に行きましょうかね。次回の輝きチャンネルはゴルフアングル対決。楽しい夜になれそうだな。ナイスショット。後ろからのショットも。あ、うん、ママは優しく、うん、抱かれた気持ちです。ほら。